日本習字3月号中学1年生。はい、今月は5文字で楷書課題ですので、姿勢と筆をまっすぐ立てるように持ちましょう。古典的芸術。はい、長い横からですね。縦角は、体で引くんですが、強弱がありますね。少し強く入って、わずかに力を抜く感じですね。六角少し軽やかに。これ少し短めにしておきますね。六角が行きます。一画目、少しカーブしてますね。そして強弱もあります。少し軽やかに。しっかり少し柔らかく軽く押さえてあります。この点は上の方ですね。やや長い横角。そしてここも強弱がありますね。少し抜く感じですね。力を抜いて押さえ直して跳ね上げます。はい、行人弁、長さと角度が違いますね。少し寝かせ気味で縦角は長く、そしてこの縦角は軽く入ってやや次第に太くするとまとまりがいいですね。内側に入って跳ね上げます。はい、お名前書いていきましょう。
9を書きますが、なんと書きましょうね。ご自分の名前を書きます。中学1年生でした。